おはようございます、松島亮でございます。底辺ユーチューバーでございますギュッーポッ。12月12日にミニアルバム「五輪フリースタイル」が発売になります。よろしくお願いいたします。はい、というわけで今日は髪を切ったからみんな見てくれよ。ということでございます。えー、これはあの床屋でスキンフェード、まあ、坊主フェード。 と呼ばれる、えー、ちょっと動画じゃ分かりにくいかもしれませんがこここの辺がこうだんだん髪の毛が長くなっていくというただの刈り上げじゃないかっこいい髪型にしてもらったんですよ。 ね、でまあ僕ね頭の形がねあんま、まあ、前から見たらねいいかもわかんないけどねなんかこの辺とかぺっちゃんこであんまり坊主あんま似合う頭蓋骨じゃないんかなって思ってるんですけどまあこういうかっこいい頭になったからみんなに見てもらおうと思って動画にしたんだよ。でこの辺とかはもう限りなくちょ光,光が光がなこの辺とか限りなくもうゼロなんですよね。 で僕最初坊主にした時えっと1ミリ1ミリにしたんですで今ここの一番長いところは1 0リ。でこの辺はもうたゼロ。00からこうねえこうだんだん長くなっていってるのはわかるでしょうこれねあのまあアメリカのね軍人さんとかねよくやってる頭かならねどうですかかっこいいでしょねえかっこいいでしょ <laughs> で最近さあの太った太ったってめっちゃ言われるのとあとにがりに似てるって言われるけどもうにがりに似てないでしょ別に似ててもいいんだけどであんまりそのにがりに似てるというコメントが多いようだとね寄せてってもいいかなっていうねにがりにと思ってます。あとはまあ痩せなきゃなとはね思ってるからダイエットダイエットもね動画にしていこっかなと思ってるんですよ。 ねだからまああの痩せていきますんであとまあにがりのねモノマネとかもねそのうちあのー、やってほしいって声が多かったらやや,やろうかなって思いますはいです。